じゃ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 ーん。はい、どうも皆さんこんにちは、サンギーラです。本日はね、このディズニーピクセル RPG がリリースしたので、もうね、さっき一瞬見せたけど、引き直しガチャとリセマラで引くべきキャラクターのティア表というか、僕なりに考えたものを記載させていただきました。この後すぐ出すんですけど、僕のデッキだけまず見てください。グーフィー、ムーラン、ニック、スティッチ、ラプンツェル、これで行こうと思います。はい、なぜかというと、この後今見せるよ。はい、ポン。全体アタッカー、単体アタッカー、ヒーラー、バフ、タンク。まあそれぞれね、まあロール別に欲しいキャラクターをこう、これ上から順に欲しいやつだからね。じゃあ一個ずつ見ていきましょうか。まず全体アタッカーに関して、これが相当重要なキャラクターです。はい。まず全体アタッカーから見ていきましょう。全体アタッカーで、とにかく欲しいのは、カーニバル・ドナルド。またはムーランかマレフィセントかな。まあこれは一応5人書いてるんだけど、まあ上から順に欲しい順ではあるんだけど、上の3つかな。この3つのうちのどれかは絶対にパーティーに入れておきましょう。このゲームって結構全体攻撃がとにかく重要なので、それで効果力出せるキャラクターが必要なんですよ。なので、この3体のうちのどれかは入れておきましょう。次に単体アタッカー。で、ここにね、今一番上にニック入れてるんだけど、これね、攻略サイトにもあの SS ランクとしてニックが出てるんで、最強キャラクターの SS ランク枠として入ってます。なぜかというと、この子ね、単体攻撃プラスしびれを付与するんだよ。しびれっていう、まあ、デバフだよね。攻撃、効果力プラスデバフ付与っていうことで、ニックが強いと言われてます。で、他にももちろんピックアップのオーロラさんとか、あと勇者ミッキーとか、特別捜査官ジュディとか、ピーターパンとかもいるので、まあ、単体アタッカーは結構豊富なので、好きなキャラクター選んで使ってください。ただ、ニックは手に入りやすいんで、入れといた方がいいよって感じですね。で、お次が、ヒーラーです。まあ、やっぱトップはラプンツェルでしょ。理由としては、まあ、全体ヒール。全体の回復プラス、しびれを解除してくれるっていうことで、めちゃくちゃこの子優秀。この子も SS。絶対取ろう。で、それ以降で言うと、まあ、ベイマックス。この子も、全体回復の 50% 回復なんで、回復量がめちゃくちゃ高いです。はい。で、もしこのラプンツェル、ベイマックスあたりが出なかったとしたら、そうだね。DJ ミッキーマウスとかカーニバルミニーとかハチミツピグレットを回復役として迎えるのはありかもしれない。次、バフ役ですね。自分、味方に有利な効果を与えてくれるってことで、まあジーニーは入れたいね。ただジーニーなかなか出ない。だって最初の引き直し可能なガチャだと、もうムーランかドナルドしか出さないんですよ。ムーランかドナルドが出たら OK みたいな。だからジーニーを出すには、そのガチャで、その石を使ったガチャで、たまたまジーニーが出てくれればめっちゃラッキー。やっぱジーニー欲しいね。はい。ただまあ出なかった場合は、まあハチミツプーさんもいいし、カーニバルデイジーもいいし、スティッチもいい。まあそれも出なかったら、まあ小僧のダンボでもいいけど。まあでも上の4つのあたりから使った方がいいかとは思います。そしてタンク系に重戦士グーフィーって入れてて、まあタンクっていうキャラクターが多分他探してもね、パッと見つからなかったんだけど、この子もね、星1なんだけど、攻略サイトの最強キャラランキングの SS の枠に入ってんだよ、唯一。このキャラクターはね、ステータスはめちゃくちゃ低いんだけど、スキルが優秀で、自身に3ターンの注目を付与するね。注目っていうのはもう敵の攻撃を一身に私は受けますよ、みたいな。そんなスキルで。プラス3ターンの間ダメージの軽減が入るんだよね。だから、一身に受けます。ちょっと私防御強いけどね、って感じ。他のキャラクターが弱ってる時とかにこのスキルを使えば、ダメージをこっちに集中させることができるんで、味方を守れるよっていう感じですね。で、万が一このグーフィーが倒れたとしても別にそんなアタッカーとしては優秀ではないので倒れても問題ないと。なんでまあ戦略的に戦う上ではかなり必要なキャラクターかなと思います。まあてな感じで今おすすめのキャラクターたち、まあロール別のおすすめのキャラクターを言ってきましたけど、この一番上のね、カーニバル・ドナルド、特別捜査官ニック、ラプンツェル、ジーニー、グーフィーが出たら、やばいね。めちゃくちゃ強いパーティー、それ。今現状のこの少ないキャラクターたちの中で言うと最強だと思います。まあ他にもいろんな組み合わせはあるでしょうけども、けどもね、ただそれ出たらめっちゃ強いと思うよ。
これが出たら最強。まあでも、これが出なくても、多分出ないんだよ、ほとんど。これだと星3がやっぱ3人は必要で、なおかつ、こんなにバランスよくね、ドナルドとラプンツェルとジーニーが出るみたいなことはないので、まあ、別に第1候補じゃなくてもいいから、第2候補、第3候補でもいいから、出たらそれを使っていくっていうのがいいんじゃないかな。それを使って編成をしていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。まあ、今後ね、新しいキャラクターが出たら全然この表も変わってくるし、攻略サイトの情報もやっぱ変わってくるんで、実際プレイしていかないと分かんない部分は多いんですけど、最初のこの初日の段階で言えることとしては、これがかなり重要な表なんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、まあ、とりあえずリリース初日におすすめのキャラクターを表にしてみました。まあ、今後もこういう情報は出していこうと思っているので、ぜひね、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。